英国議会議事堂1992年イギリス総選挙はイギリス議会の会員議員を選出するために1992年4月に行われたイギリス総選挙である。1979年以来首相の座にあったサッチャー首相が退陣しその後を継いだメジャー首相を率いる保守党と支持を回復しつつあった労働党の間で 激しい選挙戦が展開された。選挙戦では、労働党優位が伝えられていたが、保守党が過半数の議席を守り、政権を維持した。出典英国会員資料、ゼネラルエレクションリザルツ、9エイプリル1992を引用して、作成した。なお、議席を獲得できなかった政党については省略した。労働党は、 マスコミの世論調査で選挙直前まで優位な状況が続き、政権奪回も不可能ではないとされていた。しかし、投票箱の蓋を開けてみれば、労働党は、得票率、議席数ともに前回より増やしたものの、与党、保守党はそれを上回る検討を見せ、安定多数の議席を確保し、引き続き政権を維持することになった。 これは、労働党が政権を握った場合、再び増税するのではないか。労働組合党、ストライキ来参の党、福祉返帳の党といった、労働党へのマイナスイメージが、中3層を中心に根強く残っており、結果、それらの人たちの多くが、保守党に投票したことが、保守党勝利につながったと考えられた。特にこの傾向は、都市郊外に住む持ち家を有し、 比較的安定した生活基盤人を持っている。ホワイトカラーや技能労働者層が多く居住している。イングランド南部で顕著に示され、この地域に割り当てられている177議席のうち、野党、労働党はわずか12議席。比較的成績が良好だったロンドンを加えても261議席中45議席に止まった。労働党が、 過去4回の総選挙で敗北を続けた責任を取って、キノック党首は辞任し、後任に、影の内閣の増将であるジョン・スミスが、党首に就任し、政権奪回に向けた取り組みを進めたが、1994年5月に、心臓発作で急死した。そして、スミス党首の後を継いだトニー・ブレアの下で政権を、担い得る幅広い国民に支持されるための労働党へ、 改革する取り組みが本格的に進められることとなった。この選挙では陸上競技選手でオリンピック金メダリストのセバスチャンコーやアカデミー主演女優賞を受賞したことがある女優のグレンダ・ジャクソンが当選している。1992年4月11日付、朝日新聞6面。ありがとうございます。